太子です。さあ近藤誠一カップも佳境になっております。第7回戦はどんな相手と打つんでしょうか。今回も頓風戦打っていきます。ズルしない、よろしくお願いします。お、トレジャーチャンスもついてる。よろしくお願いします。本曲ドラはチーソー、ドラチーソー、私親プレイヤーが何をしているのか注目ですよね。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。ハクがドイツ、何から切るでしょう。正解は Q1、 Q ピンでもいいです。トン重ならないかな。トン重なりたい。ダブトン。誰が一番さ、ここはスルー。今ね、ノータイムで切りましたけど、あのハクをスルーしましたけど、定まってきましたよね。次も泣かなくても別にいいな。イペコできたしね、リーチ打てるしね。今は4枚なのでとりあえず様子見ですかね。あ、対面いきなり仕掛けていった。急走ポン。イーシャンテンもね、リャンゴピンとカンチーピンか、あんまり良くないな。魔を制する人物は一体誰なのか。ピンズがね、1と9しか出てないし、いやね、スワンにくっつかないかしら。ちょっとね、膨らます夢も見ましょうか。三層がやっぱり1枚で数層見えてないので、一応ね、だってハクとか持ってくるかもしれないしね。さあ引いた、リーチ。いろんなこと話してたけど、普通にカンちゃんが埋まって、リャンウーピンのリーチが打てました。あとは上がるだけ。頑張れ頑張れ。赤ウーピンとかあるかもしれないからね。お、3ピン3枚見えになった。結構ね、捨て牌もね、そんなにあの情報が漏れてないんですよ今回。まあ、全体的に皆さんそうなんですけど、あ、中筋の嘘、3は無筋来てらっしゃる。上がりきることはできるのか。ドラ持ってるのかしら、トイメンさん。だってローピンとかほらね、中筋だけどさ。いい流れを作りましたね。リーチイーペーコー、まずは一歩リード。リーチイーペーコー、以上です。3900点、上がれたことに感謝ですね。親が続きます。初が1枚、先ほどは重なれ。これで一歩リードしました。初重なれ。ここからどう打ち回していくって思いながらやるんですよね、実際打ってる時もね。おっと、ここでリーチだ。いや、2分1間違えた説。いや、大丈夫でした。ダブルリーチだよ、ダブルリーチ。わかんない、これは。ちょっといらないの切ります。だってわかんないもん。9-1嫌い。いや、とりあえず様子見というか、どうしようか。キューピン通ってる。先ほど下茶が通した牌ですよね。ローワン現物。手材料でできてきたんだけど、さすがにもう追いつきませんでした。私のね、振ってるかわかんないサイコロが悪かった。さあ、トン2曲でちゃー。お、ひなた現在のところトップです。いいんじゃない、シャンシャン点でこの形。どんなドラマが待ち受けているのか。ふむふむ、
場が静寂に包まれている。ペイはしょんぱいなのでね、とりあえず様子見ですかね。さあこの範囲に歩行はスルー。なくなかない。角切りが続いてしまった。いや9番からでよかったな今の。日向これでリアンチャンテン。ここからが腕の見せ所ですよね。ここはドラを引いた。ペイギリ好きじゃないけど、次のハクは泣きます。はい、一体どんなドラマが待ち受けているのか。引けない。もしねリーチ入ったらハク統一できちゃいます。その前にマンツーが引けなかったね。でもこれ以上持つのも運は嫌なんですよね。あ、でもいけるかな、いけたかな。この13355っていうピンの形全然好きじゃないんですけど、各者どのように打ち回していくのか。いや、こうなっちゃったね。さあ引いた。リーチかけちゃうか。リーチ。さあリーチだ。かー、リャンビンなら一発で切ってくれてたかもしれない。相手の出方を伺っている。なんてことでしょう。リーチ一発完リャンビンならあったのか。場に緊張感が漂っている。くぅーロン。ロンの声がこだまする。これはね、激痛。8000点補充はかなり痛い。本3曲、ドラは E ピン、プレイヤーはシャン。いやー、ランピンか。はい、現在のトップはトイメンです。切り替えていきましょう。トップも狙い、私シャンポン派。それでは対局の模様に注目しましょう。はい、そうします。ドラ E ピン1枚持ってるけど使えるかよくわかんない。ソーズの伸びがね、いい形で。できればドラマな。もう一枚。縦引きたい。こうやってね、難しいんで。こういうの切っちゃいますか。ソーズ。一通は見切って。三層切り。これでリアンチャンテン方針が定まってきましたよね。できればEピンを使いたい。チュンチャンパイが押し寄せてきている。さすがに言わんかな。リアンピンEピンになっちゃいそうだな。重い空気のまま場が進行している。三ピンがこうやって切ってみよう。あれ、観浪腕外したの。でもこれ切り順で6はまだ危ないですよね。あ、赤嘘出てきた。何点なの？ドラと赤切って。各社どんな上がりの形を思い描いて。へえ。トイメン早くも2分の上だ。ここはドラを引いた。わーお。じゃあ一回ドラ頼らなくてもね。え、わざ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 関連層を残しての。あ、1、あ、お、少し場が落ち着いてきたか。1135ってあったの。いや、行くのかな。果たして追いつくことができるのか。もうリーチ入ってるし。あー、ちょっと待って、なんか視野が。へい。ひなた、いいシャンテンだ。ストレートに引けるかな。おお、スーピンも通った。レガシースーピン。先ほどトイメンが通した牌ですよね。チャンバが一枚。イースーソーが。ひなた、ここは心も仕掛けない。うん、追いかけます。勝負。追っかけリーチ。なんかありそうな気がしますよね。頑張れ。
突っ張っていきましたからね。あー一回もツボバンいただけなかった。あ、ダブロン。なんと二人からロンの声。まあうまく打たれてしまいました。怖いね。高い。8000と。初。で、親が流れるだね。オーラスだ。なるほど、2人3万点台、かなり離されましたね。1663。見せ場作りたいですけどね。見せ場か。なんかもうザ・ジュンちゃんとか三色とかみたいな手がね。あ、もう早そうだな。問い捨て見るか。問い捨てならね、化ける可能性があります。波が来ている。ここからが腕の見せ所ですよね。お、いいんじゃない。キューピン、キューピン2枚切れ。あっという間にインシャンテンだ。ツモが噛み合ってますね。あんこになった。ああそう、あーちゃんがこの世から滅びようとしている。魔を制する人物は一体誰なのか。ってことは膨らめ、問い強いあんこになれ。さあ ここも我慢した。ああもうどこでも仕掛けない。チートイツかトイトイかどちらにしろ。いやてかもうチューもないしな。あああら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 。果たして追いつくことができるのか。何にもないよ。筋とか信じちゃったけどさ、信じていいのかよくわかんないよね。ここは合わせた。ああよかった。おっと、対面警戒なつもり。まあうまく打たれてしまいました。タイヤを若いち。タイヤをドラ。はい、ということで最後は対面さんのつも上がりで、私は今回3着という結果でした。3着ありがとうございます。あのシャンポンリーチがな、負けちゃった。あれが痛かった。さあというわけで7回戦目も終わりまして、今のところラスはなく、最後トップできれば目指したいところを頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバーイ。